ですね、神戸のシンボル、ポートタワーが、この休館に入ってですね、町からしばらく2年半、ポートタワー見れなくなっちゃうんですけどね、日本一男前のタワーといえば通天閣、そして日本一美人のタワーといえばポートタワーということで、今日はですね、通天閣観光株式会社西上会長からですね、ポートタワーの広報のですね、椋木礼さんにメッセージ交換ということでよろしくお願いします。通天閣西上会長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてポートタワー椋木礼さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は今日ね、初めて会うというところなんですけどもね、西上会長からちょっと声をかけていただければありがたいかと思います。会長。はい、2年半という長きにわたって、まあ、工事入られるんですけども、まああの鉄骨タワーの宿命というか、まして神戸ポートタワーさんは海に近いんで、あの潮風というか塩害があって、また阪神大震災、淡路大震災の時にもかなりダメージを受けて、そういう意味で今回改修工事に入られると思うんですけど、まあ、2年半はちょっと長いような気もするんですけどあの関西4タワーの仲間の一つなんで、早いこと、改修工事を終えて別品になって戻ってきてください。ありがとうございます。はい、椋木さんから通天閣へメッセージありますか？はい、実はですね、通天閣さんからも今タワー協議会の中で、はい、しばらくお休みするポートタワーに向けてメッセージと写真をいただけませんかっていうことで、はい、お声掛けさせていただいて、はい、温かいお言葉とかっこいい通天閣さんのお写真を頂戴してまして、今タワーの展望会に展示させていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、実は10月1日はね、ご存知展望の日なんで、はい、その前にね、ちょっと工事入られるいうので、はい、あれなんですけど、まあ昭和30年代にできてるんですね。そうですね、58歳になります。高さがね、はい、同じ108メーターも知ってありました？知ってました。携わるまで知らなかったですけど一緒なんだと思ってびっくりしました。はい、本来打つとこ100歳だったんですけど、通天閣が60周年の時を記念にしてね、はい、まあ、還暦ということもあって、うん、まあ、第一歩を歩み出そう、新たに第一歩を歩み出そう思って煩悩の数の108にしたんです。それが偶然ポートサーさんと一緒なんで、びっくりしたんです。びっくりします。偶然だったんですね。はい。びっくり。なんかナイスカップルですよね、ポートタワーと通天閣。ほんまにまあ三島物語じゃないですけど、京都さんとで通天閣とでこの神戸、ほんま三島物語ってよう言うんですけど、三島物語やと僕は思ってるんで、三島、まあ、はい、神戸さんとは特に鉄骨タワーとしてね、うん、同じ宿命を持ってるんで、まあ、これからも恋人みたいな感じで手を携えて、うん、まあシンボルタワーとして一緒に歩み出していきたいなと思います。ぜひです。、はい、よろしくお願いします。じゃあポートタワー椋木礼さんからまずですね、はい、しばらくお休みする間はやっぱりシンボル通天閣ということになると思うんですが、はい、メッセージお願いします。はい、通天閣さん、この世界が大変になっている時でも本当に周りの皆さんに向けて、市民の皆さんに向けても、すごい協力されたりとか、やっぱり、なんか、大阪行ったら、通天閣か、恵比寿橋っていうような、すでにシンボルでいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう、
逆境の中にもこうすごく高くそびえ立つって、すごい人に安心感を与える存在だなって思ってまして、はい、そんな中で通天閣さんね、光の色変えられて、ポートタワーちょっとできないんですけど本当になんかかっこいいなってずっと思ってますので、ちょっと2年半ぐらい、まあタワーの点灯自体は工事が外周工事が入るまではできる限り続けるっていう方向性なんですけれども、しばらくその神戸の方にまでも通天閣さんのパワーと明かりを届けていただければと思います。はい、ありがとうございます。では西上会長、通天閣西上会長から、神戸の皆さん、ポートタワーに、メッセージをお願いします。そうですね、やっぱりあの地域のシンボルタワーとして神戸ポートタワーは長きにわたって、神戸市民の人、まあ、兵庫県を含めて神戸市民の人に愛されてきたんで、本当に何度も言うように早く改修工事を終えて、また新しい姿を神戸の人たちに見せてあげてほしいと思います。はい、ありがとうございますということで、今日はですね、通天閣観光、西上会長、そしてポートタワー、広報の木野喜礼さん、お二方どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。早く戻ってきてね。はい